目は、えわかんない目物もらいじゃないんだけどコンタクトがつけれなくなっちゃって痛すぎて眼帯はず初めてすぎてさわかんないんだけどさこれこうなっちゃわない今浮かしてつけてるんだけどさくっつけてテープのやつでさくっつけたらさこか幅が足りなくてさ こっちの目開けれない。どうするの、これって、どうして、どうやってつけるの。難しい。目はなぜか、なんだろう。うん。なんでか、わかんないです、理由は。ハートありがとう。マシュマロありがとう。 どうしたうーん何でしょうかこれは分かんない急に言いたくなりましたねさっきまで大丈夫だったんだけどどうしたすいません本当にマシュマロありがとうタンバリンありがとう大丈夫大丈夫だよーハートありがとう れてるのな痛すぎてあの赤いですね痛くてなんかでもコンタクトつけなきゃと思って配信したいからつけようとしたらあの取れちゃってですねなんともびっくりバラありがとうハートありがとう 赤くなってるうんちょっとねものもらいじゃないんだよねさっきものもらいの時はまぶたの上がもうめちゃくちゃ腫れるからバラありがとう魔力を食べてあ <laughs> そういう感じそういう感じかモ,モニーは モニーは今日いつもと違う部署で配信してるんだけどもモニーの,あのお気に入りのソファーがあるからね来てくれるかなそう見にくいめちゃ見にくい斜めにしてくっつけてみたら斜めにしてん斜めにして あのくっついちゃった <laughs> くっついちゃったんだけど <laughs> あこ,うあこういうことねあっち,ちょっといい感じになってきた花粉かなえ花粉かなあさっき暖房つき始めたら急に痛くなってきただからワンチャン暖房かもあ暖房じゃない <laughs> 花粉 <laughs> 花粉かもだから切ってみたけど 右落とっちゃうとかなんか片目でできないウインクできないからさサク難しいねもう片方もつけん見え見えないけど大丈夫みんなもしかしてサクの片目にマジジャマジャメジャマジャガンの力が眠ってるのうん <laughs> どういう感じか分からんそれ <laughs> ハートありがとう部屋変えました <laughs> 部屋は一緒なんだけど場所は違う場所でやってる眼科行ったえさっきなったショールームやるよってあのメールして準備してたらなったマシュマロありがとうハートありがとう お大事にありがとうかゆえかゆいたいかゆいたい <laughs> なるほどなるほど理解ん <laughs> うん 見えないのでもいや見えない、うん、ハートありがとう。 大好きありがとうごめんなさいねこんな顔でも <laughs> びっくりさっきまでこんなんじゃなかったんだよだからいい感じで始めようと思ってたのに幼稚会までには治るといいねあと12あお 治りますよこういうことねちょっと言いたいなってことよくあるので治りますから大丈夫だよみんなマシュマロありがとう眼帯はしていないなつもりでいた方が楽でえでもさくさ片目こ今さこ,こっちさギューってなってて閉じてるんだけどそしたら両方閉じちゃう。眼鏡でいいえ確かに メガネにすればよかった。でもメガネブサイクだから見せれない本当に。メガネでもいいんだけどさ、ショールームやるにはちょっとね。目細めすぎ。だじゃ見えないんだよね。見えないの開かない。ああ。半目だよって。いい ブサイク本当にやばいこうやってやろうかなどうしよう目が開けれないんだけど OKOK、OK OK、ハートありがとう眼鏡ねあ花粉ありますね 彼と出ると目にくる走りすぎた今日体育の補充でめっちゃ走ったんですよね右目はどんな感じ何もないあでもかゆいちょっとかゆいでもそんなに体育大丈夫大丈夫だよ安心してねこんばんはちょっと見えそう あ見えるよ今はタンバリンありがとう18周やばくないグラウンド18周走ったんだよ今日作びっくりなんか分けてやるって言われたけど走りきったタンバリンありがとう今日はスクショやめたくねありがとうすいません本当に こんばんはこんばんばはこの前の制服の目の時にガミしてたよありがとねありがとう楽しんでもらえましたかこんばんはだるまありがとう眼帯ってシール普通のえわかんないさっき眼帯初だけどさあのこういう紐系のやつあるけど 家にこれしかなくてマシュマロありがとうきょうちゃんえきょうちゃん本当にうまいものまでなんだっけルシーきょうのルシーみたいなやつあ見てきょうちゃんにもらったチョコホワイトデーのだってお返しだってバレンタインのかわいい みんなで写真撮りたかったのにね撮れなかった眼帯に目いかきでええー、確かにこんばんはこんばんはうんちょっと首を <laughs> 斜めに傾けげながら目を細めて画面を見るサクちゃん いつもと違う雰囲気でメッセージスです <laughs>。それはいいこと。ハートありがとう握手会、あ、大丈夫です。すぐ治りますよ、これは。眼帯ありがとう <laughs>。ありがとう。さっきだったって急,急だよね。急激に、なんか、やばいやばいやばいってなって。 コロコロするのコンタクトつけてたらでコンタクトつけ直そうとしたら入らなかったハートありがとうこんばんはうん緑のクマありがとうねありがとうマシュマロありがとう こんばんはマシュマロありがとうハートありがとう生でオオカミとプライド見たけどめっちゃ口あ可愛かっただよ嬉しいくんだよありがとうゆうちゃん何しても可愛い本当にこれではいいのか固めだとコメントみえめっちゃ見えない。 視力検査してるみたいさ気したくさ視力検査苦手触らない方がいいねあなんかねお薬の目薬はしたからすぐ治るでしょうおうちに眼帯置いてあるあのねお姉ちゃんが前使ってて置いてあったハートありがとうんマシュマロありがとう 似合うありがとう何これ右目の目つき悪いの怖いごめんなさい今日は許してくださいごめんなさいハートありがとうだるまありがとう疲れは黙って目に合い,きいそうなのそういうことはある？ありえるのか メメガガネでいいネさくやばい違う違う合格キスのメガネはあの何あれ伊達メガネだから目が小さくならないんですよだけど咲くのはあの視力がとっても悪いんでめっちゃ目がちっちゃくなりますから皆さん驚きですよ。えーってなる だからただの単なる眼鏡とは違うんですよさくの眼鏡はでも大事ありがとう誰が不細工なん「ん可愛って怖いって言われたんだけどさく頭で片方を隠しん あおたまで片方隠したあ確かに視力検査みたいでいいねハートありがとううんすぐ治ると思われるこれはハートありがとう補充じゃなくて補修補充らしいこれは単位補充と補充ん単位補充らしい学年末はさっきも 補修お願いしますって言ったら「補充な」って言われた <laughs> <laughs> うーんと「オオカミと万華鏡はピンク」「黄緑ペンライト降りました」「小声」ありがとうね嬉しいよタンバリンありがとうあサングラスあるよギャルな姉ちゃんさくちゃんもねサングラス持ってるんだよ 一周何メートルなんえー、グラウンドって何メートルあるんだろう ?350?360? メートルあれうんちょっと忘れちゃった書いちゃダメだよ書きません気をつけますから地形ホル明日届きそうだヒート安心嬉しい くののも頼んでくれたのかな1周って 200m えもっとあるんだよねなんか広くて咲くの学校のグラウンドめっちゃ長かったもう1周走るだけでくたばっててでとりあえず6走ってもう無理ってなって1回休憩したけど18周走りましたわ先生が一緒に走ってくれた スキー入って体力ついたんじゃないえ去年もやったんだけど去年より体力ついたねって言われたハートありがとうジェラシーとダウト楽しすぎでしためっちゃさ前の前だったねいっぱい目あったね嬉しかったよ来年ウィメンズマラソン行けるの <laughs> それ友達と言ってたお友達が一緒に走ってくれててすごいね そういういもうマラソンいけるんじゃないみたいな。応演して持久力ついたのかえーでもめちゃめちゃ疲れたけど先生が担任の,の先生が「もう行け行け行け!」って <laughs> 一回休んだらもう走れなくなるから。 マシュマロありがとう。ハートありがとう。明日めっちゃ筋肉痛になりそうだけど、公園と比べて疲れはどんな感じえ全然大丈夫。終わった瞬間はめっちゃ疲れるけど、今は全然大丈夫だよ。眼帯なぜに目が目を痛めまして、なぜか理由はわからないです。クラブになって、ありがとう サイン会のメッセージを見返してニヤニヤしてました <laughs> 嬉しい発願帯ってちょっとワクワクするよねえそこ発願隊ちょっとしてみたい気持ちはあったけどさこんなに難しいと思わなかった目開けるのがマシュマロありがとうハートありがとう7 2キロかなえそうかな もう狼とプライドは定位置ですか譲りませんサクが極めたいですハートありがとうこんばんはキョウちゃんのサクちゃんのモノマネは八割お着ずる <laughs> そうですよキョウちゃんそういうところありますからねハートありがとう スってる感じに見えるかもだけど優しさに溢れてるから安心してねわかってるだよルシールシーも可愛いねモニとご挨拶したいねモカちゃんモカちゃん今日は来てくれるかなえっモニ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  見て見てもかちゃん見て眼帯つけたんだどうかわいいくん今日もかわいいくん、えー、ありがとう来ましたよ 固めだと辛そう。見づらそうだから、椅子のこと両目につけてみる。何も見えないですね。それはいいんですか？結婚してありがとう。するよ。いい,いい！桜部とは咲くのことが大好きな方だよ。眼帯でもがちゃんびっくりして何もなかった。反応が。 こんばんは。お見送りの時作に映が出てってもらえて嬉しかったです。ありがとうね。11日は。え、11日本当に。2日前ね。めっちゃ悔しかった。めちゃくちゃ体調悪くなっちゃって。貧血で。お見送りの時もさ、なんかいつもより。うん。なんか 喋りかけれなかった。悔しい。結婚してありがとう。するよ。今日も里川さんの。もかちゃん。どういうこと。里川ちゃんのもかちゃんみたいに可愛い。うん。どういうこと。可 <laughs> 愛い,い。ありがとう。なんか行きなさい。はい。行きます。すいません。本当に。 ハーありがとうさくちゃんの MC 楽しかった本当にさくちゃん MC が課題ですって感じなんですけども難しいこんばんはこんばんは作力検査したらどんな結果になるな。 100点でしょうに。ハートありがとう。タンバリンありがとう。似合うのはいいのかかっこいいじゃん。早くなるといいね。早く治ります。これはあの裂の予感よくこういうのなるので。今日は配信だからあのあんま見せないようにと思って眼帯つけてるけど。このちょっと痛いなっていうのはよくなるので。 コンタクトとあのつけずに数時間待ったら治ります。ウィンク配信でもいいですよ。ウィンクできないんだってばーハートありがとう視力検査苦手とウィンク苦手同じ理由かもえ、なんかこっちが見えないとそんなこっちもこ閉じたくなっちゃう。そういうことです。 美月悪くなんてない安心して優しさにあふれた素敵なお目目でありがとう優しいくんだハートありがとうソフトコンタクトが破れて目ん玉傷えー、痛いね破れてることよくあるよね策もある気づかずに大事にありがとうなぜか分からず目が痛くてちょっと赤いから隠してます 辛かったら休んでいいだよ。ありがとう、大丈夫だよ。そんなさくちゃんもかわいいよ。ありがとう。ハートありがとう。何、視力検査には失笑法がある。そうなの教えてよ。ハートありがとう。でももうやらないよね。中学校までだったわ。さく、お大事にね、ありがとうね。メガネでもかわいい 本当に目がちっちゃくなってもいいのあとありがとう目が小さくなる度数なのえめっちゃ目悪いもう強烈ですからこんばんは単位補充あそうそう単位補充です X の新しいアカウント作ってえ見ためっちゃ嬉しいありがとう NMB さんが好きなんだね ありがとうハートありがとう固めだと方向をつかみづらいから転ばないように <laughs> ありがとうじゃあ配信だからちょっと隠さなきゃと思ってしてるけど外しますよ後でね。ハートありがとうさくちゃんの愛をたくさん補充したいです。いっぱい補充するから会いに来てね !200m か 400m じゃ えっ400かなえでもなんかトラックとかじゃないグラウンド何なんだろうあれめちゃくちゃ端っこを走らされるもう円とかじゃなくて角角で走りなさいって言われる <laughs> かちょっと丸く走ったらめっちゃ怒られるからめっちゃ角四角で走るすごいでしょ 400m だって4 0 0る何周走ったっけ 18だやばい大ピンチ4キロ走ってるってことだね大富豪頑張ったけどサクと対戦できなかったよね悔しいくん今日もやろうかなみんな今日やったらやってくれるでもサクさ,くさあ何分ごとにやった方がいいとかさちょっと苦手だからあの よいどんって言ったらもうさっき無限にやってるから「終わりました」って言うまでだからみんなめげずにやってねあのなんだっけあのメッセージあるじゃん大富豪内のメッセージのところで「今は何だよ」って「富豪です」とか「大貧民です」とかやるからそれチェックしてねあとで配信終わったらやりますから「眼帯」そうねシールだった。 初5キロくらい走ったってこと「えー、頑張ったサクちゃん」歩いたらめちゃくちゃ怒られたし <laughs> ちょっと疲れてあの先生が見てないかなってとこで歩いちゃったら「今の脳幹」って言われて怒られました <laughs> だからほぼ、うん、19週ハートありがとうこんばんは くんだよありがとう今日もたくさん頑張ってて偉いさんだよ嬉しいこの前制服の飲めコありがとう4列目ドセンやったからよく見えたよよかった嬉しいですふーちゃんは本当に歌唱力あるよね素敵な男ですね、えー、本当に嬉しいサクオシアたくさん見つけられましたかな見つけましたよ 眼帯配信レアでプレミアム <laughs> いいのこれこんばんはこんばんは応援できたいとさくちゃん体力はさすがだねありがとう満華お好き嬉しい日曜日トーク会くね名乗った方がいいどっちでもいいだよ <laughs> どっちでもいいんだよウィンク状態でウィンクできないからちょっと隙間開けて目を開けてるんですけど見にくいんですよねマシュマロありがとう眼帯でも来る,来,る来ました来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 んだよもう寝ちゃった ハートありがとうもかちゃんいい子いい子だよキタくんだよありがとうモニも心配してる可愛いでしょモニもかちゃんに誕生日何あげたの皆さんさくちゃんもにちゃんにお誕生日プレゼントでキャットタワーをプレゼントしました <laughs> 可愛いキャットタワーなんか前までずっと もうモカちゃんが家に来たときから使ってるキャットタワーがボロボロになってきちゃってて4歳ということでピンクにしましたかわいいよこの前写真送ったメールででも近いからちょっと見にくいかもまたモカちゃん入ってたら見せるね写真もこもこのピンクにしたよかわいい モニのシャーネー,感シャー,ネーなー感が笑うって言われてるよモニちゃんモニ優しいでしょ一番かわいいですよモカも眼帯つけてみたいかわいいモカちゃんは何してもかわいいよ付き合ってあげるよって顔してたかわいいそんなところも好きだよマシュマロありがとうモカちゃん今日はおとなしいねかわいいでしょ 自分の名前ええー、んやと思ってる <laughs> そんなことないよねもカちゃんマシュマロありがとう桜イクな人もいますかいますよね <laughs> いますよねソファーの力かモニ来るの早かったソファー大好きなんだよねモニちゃん体調が悪くて。 で目に来ちゃったのかなえそうなのかなそんなことが起こるんだ中から心配したけど頑張って偉いありがとう全然体調悪くなってるようには見えなかった本当それは良かったですめっちゃさあのアンコールのあのもう一曲みたいなあの愛のホログラム披露前の時にめっちゃ下向いちゃっててせっかくの初 研究生では初披露だったのですけども申し訳ないですもう2週間もさくちゃんに会えてないのつらい嬉しいそんなこと思ってもらえるの早く会いたいなハートありがとうん佐藤かほさんはラテちゃんでしたそうだよかほ <laughs> さんあの大富豪の 一押しカードカホさんにしてますくあのイベントのやつ特別イベントのガチャをいっぱい引いてカホさんの星5が出るまで引きましたかわいい今日も世界一かわいいよありがとうさくの「こジらせ MC」もなかなかいいのではよかった みんなに思ってることを言わないとと思って <laughs> レア配信ですねレア配信ですよこの前の時間がないでお見送りの時声かけてもらえて嬉しかったええー、嬉しいよさくもありがとうね来てくれてお大事にありがとうね ダメでちょっと細めになってる作者もいいかも本当に、うんうん、無理しちゃダメでありがとうねメガネ作でも絶対に可愛いだよ <laughs> ありがとうあ抹茶黒蜜わらび餅パイ今日は発売だよイェイ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 うしいくんだよね。 大好きありがとう片ためだと目なんとかなんとかまち、あ、違えて僕のこと通報しちゃっても許すねしないよんセブン‐イレブンのブリートは3月18日まで30円引きだって今がチャンスみんなそのまま食べるんだよ温めて温めますかとか言われても大丈夫ですって言うんだよ ちゃんとシンクロンを一心同体だね。角は丸く走りたくなるよね。そう。だって急カーブでカクク,ククってなったらなんか変じゃん。大振合やるよ。やろうね。大振合でサクに会いたいよ。会いに来てね。みんないっぱいやるだよ。サクはハート何個でもあるからずっとやってるからみんなあの好きなタイミングで来てね。 先生厳しいめちゃめちゃ厳しかった先月から2年ぶりに大富豪始めてさくちゃんをしてね嬉しいですありがとうスパルタナ先生そういつも優しいのになんか今日厳しかったメッセージ更新してすぐ大富豪するちょっと置いてからするメッセージ更新しても瞬間にはやらないけどメッセージ更新してなんか いいねさみんな押いいしたらなんかさくに来るのね「いいね」が届いたからコインをもらえますみたいなそういうのが来たらあもうみんな見たなと思って始めますだからみんなみんなのね「あのいいね」が合図ですからよろしくお願いしますでもそんなに長くは開けない結構すぐ来る厳しい学校だそうなんですよ この前の前公演さくくを悲ししませたたらだだと反省したくんだよそうだよさくずっと見てたけどささくのペンライトにさしてくれたことはあのユニットぐらいだったよねハートありがとうこんばんは最高列からこっそり応援してて見てたよ通路側だったからとっても見やすかった大好きありがとう1617クシューカ行くだよーやったーこんばんは現地か両日 両日行くからねありがとうねモニおめでとうだってありがとうは寝てるハートありがとうキャットタワーとはキャットが遊ぶタワーだよモニよかったくんだねかわいいよめっちゃ喜んでるキャットタワー奮発したねでもそんなに高くないのにした明日は私の誕生日です明日3月14日 おめでとうだよハッピーバースデートゥーユーだよおめでとう明日は木曜日配信できそうですね。配信するか、すると思いますから。また明日も来てね。もかちゃんよかったね。もかちゃん幸せですね。って。もかちゃん新居そうだよ。喜んでるよ。もかちゃん見たい もがちゃん寝ちゃったんだよねタンバリンありがとう尊いありがとう可愛いありがとうハートありがとう星ありがとうママかお姉ちゃんいないですハートありがとうこのまま上昇気流に乗っていこう乗っていくぞさっくうち歯並びそうなんか昔めっ めちゃくちゃ悪くて、もうめちゃくちゃスキッパ。スキッパ代表みたいな感じだったんだけど。あの、矯正して。綺麗になりました。綺麗だよ。可愛いね。ありがとう。ハートありがとう。自分カかさん、しようなら、引けたけど、指名変更できない。いいんだよ。 そのままでいいだよ MC 大変だけど最大の見せ場確かに4人しかいなくて不安だけど逆に4人しかいないからアピールできるチャンスなんですよね。っていうこともあって作がちょっと喋りすぎちゃうこともあるのでみんな平等に配分できるようにそれも技ですよね MC の難しいです。 こん,ばんはこんばんは。コンタクトが目の裏に入ったのかも。えそうなのでもちゃんととったよコンタクト。可愛い,いね。ありがとう。あのこじらせ発言心に響いてきた。でしょうみんな響いた <laughs> 響いたかなこんばんは。サクビームできますかできますけど。 柵はビームできますけど。角をカクカクしそうだよ。冷えブリトーは美味しいから食べてみてね。おはようございます。おはようございます。角をカクカク走る逃走中のハンターみたいな。さくちゃんを想像したらウケそんなそんな,そんなキビキビはいかないよ。さくちゃん、ハンターみたいにね。あの、すばしっこくないので、ね。 そう、大富豪はメンバーは無限なんですよコインもいっぱいあるから何みんなはさ5個で待つ感じあれ、ま、待てないんだよねさくああいうやつさクくと対戦できるように頑張りますいっぱい対戦するからねみんな。 台風五作歌えなくて夜しか眠れなかった寝たんだ寝たんだ <laughs> ハートありがとう幕張の締め切りももうすぐ急がねばそうだよみんな幕張の締め切りももうすぐだよみんなもう幕張のあの剣はゲットしてくれたのかなすごいはいっぱい会いたいよ ハートありがとうマシュマロありがとう春休みは来週来週終業式です明日はホワイトでえそうださっく何が欲しいフォンダンショコラ名古屋は桜咲きましたかえ咲いてないかもスキッパ代表ってのがあるのかそうだよスキッパ代表選手代表代表だよ 本当にとんでもなく好きっぱだったからねタンバリンありがとうだるまありがとうこんばんはおしめんってなんだろうおしめんはもう好きと思ったらおしめんなんですよねさっくーさんは好き放題暴れてほしいえ最近暴れまくってるからトークで MC の時めちゃくちゃ暴れすぎてなんかもう独りよがり MC になってしまってるからちょっと。 mc 頑張ろうねっていつも言われます頑張るくんだよーこんばんはんさっく走らせる時自転車使うの許しちゃうさっく自転車苦手だからちょっとなんかセグウェイとかがいい MC のバランスとかちゃんと考えてるんだねそういうとこあるとは感じてたけどそうみんながしゃべれるようにしなきゃっていうのがあってでさくは ユニット MC で結構喋れるから自分がだから「あの仲間の歌終わり」の前半 MC では十二木ちゃんが話してほしいなって思って先に十二木ちゃんに振って余ったら話すみたいな感じにしてますね MC でもカかちゃん呼ば「モニーモニー!」って <laughs> 誰にも伝わらなかったらどうするの もしさ、その日桜部が誰もいなくてさなんだこの子はってなったらどうすんの <laughs> 泣いちゃうよそんなの咲子のこと考えてたら夜も眠れず昼も食べてないせすえー、食べて食べてそれはうん名古屋には山村桜っていう桜が年中咲いてるといいこと言うね そういういことでです仏えっそうじゃんよく考えたら「仏のスキッパ」だよとんでもないありがとうみんなサコ好きになってくれて仏でスキッパなのに愛知も幕張も行くよやっとベースボールシャツ着れるあやった !1 日目名古屋の1日目はベースボールシャツ着るだよセグウェイも乗るのにコツがいるはずだけどえっんか なんだっけフルーツパークみたいなフルーツランドだっけなんかさ静岡のところでセグウェイ乗ったことあるよさ一回乗ったからもう乗れると思う星ありがとうセグウェイも乗れなさそう乗れるよ多分なんかイメージはついてる結構そう「K2 公園でセグウェイできるえ」めちゃくちゃ憧れだったあれ本当に嬉しかった 出演の時の MC もそうしたこと考えたら成長しただに本当にね本当にあれからは自分でも成長ちょっとはできてるなと思います最後の晩餐んフル MC はいつのかえめっちゃ前もう多分今は DMM もないと思うんだけど「We are growing up」公演の,あの初日ですね作にとってのだからもう多分ないんですよね去年ですから 悲しいくんですけどきょうちゃん大爆笑だから大丈夫でえ本ほんときょうちゃんと一緒だったらやりたいなスモールシャツ買ったから着ていく T シャツには困らんなんだ。<laughs> フランスではスキッパのイメージはいいとされていますハノイだから幸運が呼び込まれると思われています <laughs> そうだったの早く飛んじちゃったじゃんえー、先に言ってよ <laughs> イメージでできるのけん玉レベルやのえ本当に本当にあれはやばかったあの時期はもう特技特技って感じだったのやっぱ研究生で最初は特技を披露してくださいって言われることが多くてあの採用されてから 特技何みたいなめちゃくちゃ考えてけん玉とかはもう本当に一時期ちょっとはまってただけなんですけどだからあのお皿に乗せるだけしかできない刺すとかできないんだけど特技って言ってて言やりましたね本当にあれは大変でしたね「パラの?」って言われたのにあのお皿にしか乗せられなくて。 <laughs> 本当に特技が欲しいなと思ったねバブ要素しかないさっきっバブじゃないですからねうんえめちゃくちゃいいじゃんスキッパって何ミスったこれ5月と6月のスカイエキスポ会いに行くね、えー、ありがとう待ってるねファイトありがとう 作も最近いっぱいさ劇場で会えるから嬉しいあの伝説の虫は現場にいた人間は絶対に忘れないやつ本当に本当にあのまあまあまあみんながねこうやって思い覚えててくれるのはすごく嬉しいんですけども作にとってはミスなのでね <laughs> とっても恥ずかしいタンバリンありがとう あくちゃトキキギはそのテンションに明るくて可愛い笑顔です嬉しいも、うんだ初期の頃「サクエモンのモノマネ」「サクエモンのモノマネ」じゃなくて「ドラえもんのモノマネ」だから「<laughs> ドラえもんのモノマネは」はあのもう11期が初めてレッスン場で集まって自己紹介をするってなった時にやりましたなんかみんなできることないのみたいなそのすごい緊迫感のある状況でダンスレッスン ダンスの先生がいてもっと自分をアピールしなきゃって言われて何何何ができると思ってでも誰もその緊張感がありすぎて誰も言い出せなくて「もうどうしようどうしよう」って焦った結果作が一番に手を挙げて出たのが「ドラえもんのものまね」っていう,もうみんなにはあの時はすごい。 す,すごい空気にしてしまって申し訳なかったしその後もあのよくこの話は11期の間で話されるけどあの時やばかったよねみたいなあの空気やばかったよねみたいなそんでサクのモノマネは全然似てなかったよねって言われたけどみんなが想像してるドラえもんは最近のドラでしょ作画やったののは昔のドラだよって思ってました。 ハートありがとう。サクはバブです。違います。違うくんですよ。嘘のきです。うそのき得意。大好きありがとう。マシュマロありがとう。こんばんは。はじめまして。ケイツコアで気になりましたー。嬉しいです。とっても嬉しいです。うん。星ありがとう。クリームパンありますかあるよ。 さくちゃん推しにしてて都落ちすると嘘泣きさくちゃんが出てくる <laughs>「ええ」って言ってる都落ちってさ嫌だよねさくもよくやるで本当にごめんねなんかみんなさめっちゃ忖度してくれててなんかすごい気使われてるのが伝わってくるんだけどひしひしとでもさくとっても大富豪に苦手でよく8切りで終わってあの都落ちしたりうん2位で終わって あの大富豪になれるところが大貧民になったりとかめっちゃやってしまってなんかせっかく忖度したのに「なんかさくちゃん反則負けしてるんだけど」みたいなのを書かれてて「本当にごめんなさいそれは」「もうさくちゃんが悪いですそれは」「本当にごめんねせっかく忖度してくれたのにさくもうルンルンで「あもう勝ったわ」みたいなちょっと気が緩んで。 そうなったことです。本当にすいません。ごめんね。みんな忖度は嬉しいけど、あの間違えちゃっても怒らないでね。さ <laughs> く苦手なんだから最強や本当。もう本当に本当にさく。ああいうさなんかシーンってしてもう緊迫みたいな雰囲気が本当に苦手なの。だから打破しなきゃって思った結果、あんな風になった。た 本当に恥ずかしいハートありがとうわさびさんのドラそうだよいやわさびさんのドラじゃない作は信代さんのドラかなわさびさんもいいですよねじょうんその状況でドラえもん出す勇気を称えます。せんもう本当になかったのみんなみたいにさあのなんだろう小さい頃からやってきたような特技って、うん なんか飛び抜けたものはないんですよねさくにだからドラえもんしかなかった何でもいきなり挑戦できるのがサックさんのいいところ<笑><笑>いいんだでもいいよねそうやって褒めてもらえるからねいいんですくるみん生誕祭の伝説 MC の火曜日あお手紙か。 しないってしまってですね。本当にごめんなさいね。そうそうそう、信ぶさんのドラちゃんです。最近さくに会ってなんから16、重力十七に会えるの楽しみにしてるね。さくも楽しみだよ。大富豪で会って嬉しかった。あ、ツイート見ました。ありがとう。さくがいる天神リッツのライブ想像したら、絶対楽しいと思ったくんで、嬉しい。 みんなティーンズユニットねまだまだあるんですけどね日数がなんかたくさん CD がねあのなくなってるみたいなたくさんどんどん中間発表後からなんか全然売ってないみたいなのを載せてる方がいてこれはやばいと思いましたね皆さん最後はティーン n s u n i 1位を目指しているので。 頑張りますから皆さんも応援よろしくお願いしますまっかりでクリームバン同士で握手しようイエーイ楽しみダイフが私も苦手一緒だだよねよく反則負けをしちゃうんですけどもねあと出す順番がねもうなんかさはいはいはい北君だよって感じでさスラスラ出せちゃう人とかいるじゃん あの、よく大富豪の方とかはさやっぱりもう慣れてらっしゃってもうスラスラスラと出してもう勝っちゃったりそれがすごいよねあと革命とかね革命の切れ味がいいですほんとにキリッとやってきますから今度シーンとしたらその泣きしだもやだもうでだ 率先して打破するの偉いバブ <laughs>。バブじゃないだよ。だるまありがとう。K2 公演出たいってプッシュしてる。してます。めちゃくちゃ。作品に出させてくださいって。めちゃくちゃあのマネージャーさんにお願いしてます。てか、公演に出させてください。お願いします。っていうのをね。何度も、あの、お願いしています。それぞれのマネージャーさんにね。チームごとにいらっしゃいますから。ハートありがとう。 あ,とありがとうこんばんは,こんばんはタンバリンありがとうもう一回くらい中間発表あった方がいいなんかでも中間発表あるとすごい緊張感が増すからでも,もう一回くらいなんかもう少し真ん中が良かったかもね緊張しちゃうずっと今日も作単押しでして嘘だね「みやびみやびみやび単押し」とか言って作戦 セブンネットで,で買セブンネットです皆さん、セブンネットで買えるらしいですよ大富豪富豪は手,手札がいいからね。そうなんだよね。でも、さくよく都落ちするよ。ハートありがとうさくの鉄綱も見たいです。さく手綱、最近出てないですね。ハートありがとうさくちゃん、これめ目どうしたこれは、なんだかわかんないけど、赤くなって。 ちょ痛いんですよね。理由がわからないんです。本当ありがとうハートありがとう。結婚してありがとうするよ。ハートありがとう。25分なのでそろそろ終わりますね皆さん。ありがとうね今日。すいませんね。眼帯でして。なんともお見苦しい姿を見せてしまってすいません。 ンンキング発表します13位は山村さくらちゃんの方ありがとう12位はアライグマの方ありがとう11位は山村さくらちゃんの方ありがとう10位は緑の方ありがとう9位は丸の方ありがとう 8位はパンダの方ありがとうパンダで思い出したなんかさちょっとごめんねあのこの前3月11日のさ制服の目公演の後半 MC であのパンダの「3月11日はパンダ発見の日で」みたいな。 <言>いいと思ったねサクもその話に参加したいって思ってだってサクってパンダが本当に大好きなんですよ心の底から小さい頃から「大大大大,大,大」大好きなんですよだからそのお題を聞いた時に「待ってくれ!」と思ってもう飛び出しそうになりましたね「いや待って」ってサクの「パンダをなめたら勘です」<laughs> と思ってめちゃくちゃめちゃくちゃ出たくなったんですけどもう早,早くお着替えしなきゃということでもう悲しみながら着替えていましたという ことです,すいません続きます7位 UFO の方ありがとう6位は寝落ちの方ありがとう5位は猫のマカロンの方ありがとう4位はうんうんハタゴンさんの方かなありがとう ありがとうね。三位はちびまる子ちゃんの方ありがとう。二位は鉄子おぶしの方ありがとう。一位は熊の方ありがとう。ありがとうみんなありがとう。 みんなありがとうありがとうお医者さん行きますよすいませんね今日もありがとうありがとうね <laughs> すいません神戸のパンダ好き神戸のパンダだけまだ見に行ったことがなくて早く見に行きたいんですよね神戸王子動物園ですよね行きたいんですけど昨日は結構アドベンチャーワールドが用意してた みですプ、ね、リトンのコラボの時も話題取られてたよ、ね、よくこういうことあるんですよね桜って本当に話したい時に言えなくて悔しいんですよ本当に。だってくってさあのパンダパンダブックパンダのことが書いてあるパンダだけ書いてある本とか集めててだから3月11日にパンダが発見されたことも昔 大昔に本で学んであこの日は記念日だと思ってずっと覚えてたんですよだからすっごく悔しいさっくも言いたかった <laughs> ただこれだけ違うよあの悔しいってことだから怒ってるとかじゃないからね安心してくださいよ皆さんそうだココハとパンダの話してないまだ ココハー、ココハー、さくもパンダだー大大大好きだからお話ししようねまたココハとは最近よく話せてとっても嬉しいです。う着物の目をしてえそれがよくないなんか遠くから見たらさあの垂れ目でほわほわほわってしてて動きもコラオンコラオンってしてるのに近くで見たらあの釣り目でミーってなってるのがギャップもですよね。 とっても可愛い大好きだって本来ならパンダを買おうと思ってたんだから家ででもパンダはダメってママに言われて猫になったんですからでも猫のことも愛してますよモカニーのこと週末に会おうね会おうねありがとうパンダブック今から買ってきます <laughs> え売ってんのかなあれあの子供の子さ本みたいなやつとか 普通にパンダのことは書いてあるやつがいろいろ持ってる大昔って言ってるのに自分がか自分の中での大昔ってことねパンダ絵画地図愛してる黒柳徹子さんに会いたいパンダ仲間ですね仲間とか言っちゃったパンダ先輩ですねこんばんハートありがとうね ね、そう高いんですよパンダのレンタルはありがとうねみんなあこんばんはありがとうねみんなありがとうメール書くねメール書いたら大富豪するからみんな大富豪しようね大富豪する時はメッセージ大富豪内の,のメッセージであの書くからみんな見てね 今度買ってるパンダ連れていくか <laughs> えー、今まで隠してたのそうなのサクサクパンダってサクちゃんのためのお菓子そうだよサクこのチャンスしっかりつかんで頑張りますみんな今日もありがとう多分明日には目治ってると思うからね明日も配信できると思いますから。 来てね、目が疲れたやつ、ありがとう。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。おやすみ。バイバーイ、ありがとう。